どうも、二次三次所属公式バーチャルライバーの前本圭介です。ウィクロス大好き大好きというわけで、今回はウィクロスティーチング動画2本目。この動画ではですね、ウィクロスの遊び方を説明していきたいと思いますよ。これからウィクロスを始めたいという方や、始めたんだけどもよくわからないという皆様のために、わかりやすく説明していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは早速説明の方いきましょう。一番最初に紹介するのはデッキ。すべてのプレイヤーが所持しなくてはいけないデッキ、こちらなんですけども、ウィクロス非常に特徴的なシステムがありまして、まずですね、デッキが2種類あります。メインデッキというものとルリグデッキというものがあります。じゃあこの2つ何が違うのかっていうのをここで早速説明していきましょう。まずメインデッキ、こちらですね、まあ、今裏返しになっちゃってるんでちょっと見えないんですけども、こちらは最大4枚までの同じカードが編成できて、40枚のデッキ構成となっております。で、最大4枚っていうのは、例えばなんだけども、このデッキにはこのカードは絶対に必要だから4枚必要だなとか、あと例えば、いやこのカードは強いんだけどちょっと重いし、いや4枚入れるのはしんどいかなとかで3枚だとか、あと限定的な使い方すぎて刺さるかどうかわからないな、でも1枚2枚刺しとくんだったら邪魔にはならないかなとかで選択できるって感じですね。だから最大4枚、それで40枚の構成にするデッキ、こちらをまあ大体そうだな、各ターンに2枚引いていくって感じですね。でもう一つのシステム、ルリグデッキ、こちらはですね、デッキって名前が入ってるんだけども、実質もう一つの手札って感じの扱いなんですけど、この説明はね非常に大事で、ルリグデッキはまず10枚、最大10枚ってか10枚固定ですね。でもう一つ、さっきのねメインデッキはかぶり4枚までって言ってたんですけども、ルリグデッキの方はかぶりは絶対に禁止、もう1枚だけ、1枚ずつなので、この今バーって並んでますけど、かぶりなしですよね。でこちらはなんでもう一つの手札かって言ったかというと、どんな時でも自分プレイヤー側は見ることができます、このルリグデッキの中身は。はい、普段裏返してるんだけど、ちょっとルリグデッキ今何入ってるかなとか、何使ったかなとかはすぐに確認できるようになってます。でこのアーツだとか、もう一つこっちもアーツですね、この辺は普段使いたい時に、まあ、使えるタイミングであれば使えるので、その辺をねこううまく使うことが大事になってきます。この2つのシステムをうまく理解しないとウィクロスは勝てないので、この構成をね練っていくのが大事になってきます。続きまして、勝利条件のことを話していきましょう。このゲームはですね、プレイヤーにライフというものが存在してまして、ライフクロスっていう、ここですね、ライフクロスというものが存在しています。こちらメインデッキからね、この、1、2、3、4、5、6、7枚、7枚をライフクロスに移動して、この7つが割られたら負けということになってます。はい、なのでね、実際この後詳しく説明するんだけども、このライフのね7枚をいかにして取られないように、自分はいかにして相手の7枚を取っていくかが勝負になっていきますので、こちらを意識してやっていきましょう。それではここからは実際に画面を動かしてみて、ゲームの進行の方を説明していきたいと思います。まずですね、プレイヤーがやることは、一番最初はですね、自分のルリグデッキからレベル0のルリグ、今回であればですね、このミトさんとデロンさんとリンさんのレベル0のカード、こちらをルリグゾーンに、これまず移動でここに置く、そしてこれを裏返しにしておくと。でこれはどっちのプレイヤーも裏返しにしておきます。なので対戦始まるまでお互いがどんなデッキなのか、どんなルリグを使ってくるのかっていうのがわからない状態になっております。はい、
ルリグをセットしたら次に行うのは先攻後攻の選択となります。じゃんけんなり、コイントスなりで対戦相手と、先攻後攻決めます。で、先攻後攻が決まったら次は手札補充のフェーズに入ります。ですね、まず、メインデッキから5枚、上から5枚ですね、上から5枚、1,2,3,4,5と取って自分の手札にします。はい、でこれをまあこれが今の手札なんですけども、ビクロスの場合、この5枚が気に食わなかった時、例えば1ターン目から動けないだとか、2ターン目以降がちょっと難しい動きが見えてこないなっていう自分の中であまり良くない手札だった場合、マリガンといってこのこうやって感じで5枚山札に戻し、もう一度、手札補充を行うことができます。これは一度だけです。で、他のカードゲームだと、1回マリガンをしたら自分の手札を1枚減らさなきゃいけなくとか、そういうのがあったりするんですけども、ウィクロスの場合はそういうものは全くなく、同じ5枚でスタートすることができます。はい、もう1回上から5枚取って、はいはい、という感じになります。今ねシャッフルとかしてないのでこのままなんですけども、このようにね5枚、もう一度これでスタートができます。自分のライフ、7つのライフですね、このライフの部分に、デッキから7枚、1,2、ちょっとランダムの方がいいのかな、1,2,3,4,5,6,7枚裏側でセットします。このライフクロスは基本的に、見ることができません。だからどのカードが、ライフクロスに送られたかどうかとかは、実際に対戦して進めていくまではわからないって形になりますね。一部カードではそのライフクロスの中身を覗けたりだとかサーチすることはできるんですけども、基本的にはこのようにして裏返しになっているので開けてみるまでわからないという形になっております。はい、お互いのルリグをですね裏返してオープン、この掛け声と一緒に自分たちのルリグを表にします。これで相手のデッキがどんなデッキかなとかそういうものが分かるので、ここのタイミングは非常に重要になります。続いてはドローフェーズに移りたいと思います。このドローフェーズは、基本的には、2枚ドローするんですけども、最初のターンの先行のターンだけドローは1枚、例えば今回、俺が先行だったとしたら一番最初のターンだけは1枚だけドローという形になります。なのでここで1枚ドローさせていただきます。で、先行のプレイヤーも次のターン以降は2枚引けるので、そういう形で進んでいきます。手札を補充したら、次は、エナチャージのフェーズに入りたいと思います。エナチャージはですねこちら、この手札の中から1枚エナゾーンというところに送ることによって、エナが溜まることになっています。エナはね、スペルのコストに使ったりだとかあといろいろ使うので、1ターン目から置いておくのが常識というか間違いなくやっていかなきゃいけない行動になってますので、忘れなきようお願いします。で、送るカードなんですけども、今回はですねこのレベル3のリリムを送りたいと思います。っていうのも序盤使えるカードを、送ってしまうといざ動きたいって時に動けなかったりすることが多いところで、レベル3のリリムであれば、まだ置けたりすることがないので、後半戦に使うカードなのでね、これは早めに、送っておいて、このようにエナに回すことで、手札で腐らないようにするっていう形を取りたいと思います。はい、続いてはグローに移りたいと思います。グローはですね、前回の動画で話したルリグを、レベル1から4とかに上げる行動になりますね。例えば今回はレベル1のミトさんに、で1ターン目は、レベル1にしかなれないんですけども、例えばターンが進むにつれレベル2のミトさんにとか、どんどん、育てていきます。レベル3のミトさんに、レベル4のミトさんにと、こんな感じで、これはターンが進んだ結果なんですけども、まだ一番最初はレベル1のミトさんにしかなれないので、こちらはレベル1でスタートしていきたいと思います。でミトさんのカードを見てみましょう。拡大表示、出るって書いてあるんですけども、これ出たターン
出たフェーズにこのコードができるって感じですね。なので、出現時、登録者数10万人を得るって書いてあるので10万人実際増やしてみましょう。これ二次三次特有のシステムなんです。じゃあ、はい、10万人ドーン。うわすごっ、羨ましい。いいなぁ。 やっぱレベル1とかに進化するだけでね、こう10万人とか増やせるんですね。やっぱ違うな。でもう一つ、例えばこちら書いてあるの見ましょう。手札を1枚捨てる、カードを1枚引くってなってますので、実際にこれもやれますね。こっちが手札5枚あるんですけども、まあレベル2が、まあ、いくつかあるんですけども、シグニのレベル1はちょっとキープしていきたいので、一度アズマさんを1枚捨ててトラッシュに置いて、で、1枚ドローすると、はい、はい、こんな感じで、まあ、これは、選択なので、やらなくてもいいのかな、うん、ただ、こうやって自分の手札を1枚変えれるっていうのは割とメリットがあるので、ぜひやってみてください。続いてはシグニを置いていきたいと思います。シグニを置くとき大事になるのは、まずこのルリグの、リミットというところになりますね。見るところはこの数字、まずこの左の上の一番上の数字はレベル1ってことなんですけども、この下の2っていうのは何なのかって言ったら、これはですね、シグニのレベル1を2枚置けるってことなんですよね、うん。置けるシグニのレベルはこの今のルリグのレベルと同じレベルまでしか置けません。なので今置けるのはレベル1までで、置ける枚数が2枚までってことになっております。なのでじゃあ手札を見ていきましょう。こちらボンと今、レベル1のシグニは2枚あります。海の玉木ちゃんね、これがレベル1のシグニで1枚、そして、もう一つ芝、黒い芝、はい、こちらもレベル1のシグニなので置けますね。はい、なのでこちらをですね、まず芝からいきたいと思います。芝を移動して、このシグニゾーンのうちのどれかにいたします。まあどこでもいいんですけども、まあ、とりあえずじゃあセンター置きますか。センターで、はい、そしたら、今度効果が発動します。はい、出たターンですね。あなたのデッキの一番上を公開する。それがレベル1の電気のシグニの場合、それを場に出すという効果が出てます。これちょっと一回やってみましょうか。じゃあウィクロスのこのデッキの一番上のカードを裏返して表示してみましょう。はい、あ、レベル3のリリムですね。レベル3なのでこれは場に出すことはできません。はい、これ一回裏返して、はい、はい、もう一度拡大表示して、まあ場に出すってだけ書いてあるので、そのまま山札の一番上に戻してください。で、まあ場に出すことができなかったので、もう一枚手札から、玉木ちゃんを、こちらも出していきたいと思います。まあ、出す場所はもう自分で出してくれていいので、どこに置こうかな、ここでいいかなって感じですね。でシグニを出したら攻撃のターンがあるんですけども、先行1ターン目の場合は攻撃ができません。あの相手場に何も用意できてませんからね。なので一番最初のターンだけは攻撃はできません。相手の動きを待ちましょうということになっております。最後のカード説明に行きたいと思います。最後に説明するのはキーカードの置き場所とかを説明していきたいと思います。まず、自分のルリグデッキからキーカードを見てみましょう。はい、ミトサポーターリン&カエデ。このキーはあなたのルリグが次のミトレベル4の場合にしか新たに場に出すことができない。まあ、これがもう条件ですね。うん、なるだから今レベル1のミトさんしか置けてないので、まだこのカードは置けないってことになってます。まあ、実際この後置くときにはレベル4のミトさんに変えてからどうなるのかなっていうのを置いてみたいと思います。でまあこの出るときの、効果だとか、この起動する効果だとか、その辺はちょっと後で、やっていきたいと思うので、実際置くところだけやってみましょう。まずはレベル2、3、4のミトさんを、はいっと、これでレベル4になりましたね。ターンが進んでレベル4のミトさんが置けました。ではキーカードの方を置きたいと思います。
レベル4の水戸さんが受けたので、こちら水戸サポーターリン&カエデを移動、ここにここをやっておくことによって今キーカードが置けました。で、まあ、出たカードの効果として対戦相手を2体までバニッシュする。バニッシュするっていうのはね、相手の、バニールシグニを2体、墓地に送ることができるってことですね。でカードを1枚引く、はい、カードを1枚引く、はいはいはい。で、さらに登録者数を20万人増やせると。20万って20万って前本圭介の軽く 2,3 倍ありますから。すげえなーキーカードっていうのは。と言ったようにですね、キーカードは非常に強力な効果がありますので、レベル4に早くしてキーカードを置いてより有利に盤面を進めていきましょう。以上キーカードの説明になります。というわけで今回は、実際に動かしてみながら、ミクロスのね戦闘の流れだとかゲームの流れを、確認させていただきました。二次三次でねやるとこうやっていろんなところにもうライバーさんがもうしっちゃかめっちゃかいる感じになるので楽しいっすよね。実際戦闘が始まっていくともっともっといろんなライバーさんが出てくるし、ブースターパックとかで補強すればさらにいろんなライバーさんが見れるので、ぜひお買い求めいただければなと思います。まあ、対戦今回はね対戦の配信ではなかったので、対戦のとかはねまた後日、お伝えできればいいなと思っております。で今回さらにですね、登録者システムとか軽く触れたんですけども、この登録者システムとかが、非常にこの二次三次デッキを使う上で重要になっていくので、その二次三次デッキの動かし方などは次回の動画でお伝えしたいと思っております。お楽しみに。というわけで、今回はここまでミクロスのゲームの進行流れを、説明させていただきました。実際に対戦してみてね、あこんな感じなのかなとか、動かしながらやってみるだけでも全然違うと思いますし、公式サイトの方でね紙芝居なので、より詳しく説明してくれていたりするので、ぜひそちらもチェックしてみてください。というわけで、この放送をお伝えしたのは前本圭介でした。ぜひミクロスで遊んでみてください。次回の動画では二次三次の特徴、二次三次デッキの動かし方を説明していきたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。